皆様こんにちは、四軸的心です。私は今、大分県大分市、大在駅へ来ています。旧軍名がどこになるか分かりません。隣の佐賀の関は北浜米軍なんですが、ここは何軍だったんでしょう。この大在地区も大きな変貌を遂げてですね、この駅前のロータリーの辺はすごい古い商店街みたいなのがあったんですけど、整理のために長くゴーストタウンのようになっていたんですが、それがもう今やこのようになってこれですから。そしてこの4車線の道のところなんか本当に歩道分ぐらいしか道がなくて、原付で走るのはちょうどいいけど、車で走るともうなんかこう田んぼに落ちるんじゃないかみたいな感じだったんですけど、そうです、そんなことを今言っても何時代の話をしてるんだって言われそうですけど、いやいや平成時代はそうでしたっていうですね。そしてここも3番線があれですね、もう長いのは来ないっていう感じなんでしょうね。もう半分にして危険をないようにしてるのと、あと声ですね、前回の去年の動画ではこう映ってた跨線橋ですね、これがもうやっぱり老朽化で撤去されまして、もう駅構内にちゃんと多分エレベーター付きでこうモダンな、もう最近の駅みたいな感じのですね、こんなのができています。ですからこれの工事をしていたんでしょうね。でこの駅はもう一線スルーですから、1番線がメインで使って、で2番3番3番、昔使ってたんですけど、昔って本当の大昔ですよ。でしばらく3番は使ってなかったと思うんですけれどね、また使うっていうことはこの駅で何かの折り返しとか特急列車が止まるようにもなったんで、その絡みがあるのかもしれませんね。大体坂の市とか神崎いうのが普通列車の始発とかでしたから、それは今も変わってないと思いますが、ああなるほど、だからもうこっち、ああなるほど、ああまあそうですね、でも長さあれば十分でしょう。何両、4両ぐらい行きそうじゃないですか。ここはもともと陸軍の重要拠点の駅だったんで、ホームが特に1番線は異様に長いですね。で貨物、やっぱり貨物中心の駅だったみたいなんですよね、最初の頃は。目的は、まあ、それはそうですね、陸軍とかの拠点が大砲を作るとかそういう拠点がいっぱいありますんで、その流れで今もいろんな旭化成とか朝日計算とか、まあそういう会社がありますね。で、まあこの2番3番もよく見りゃ長いんですよ、ホームが。この私のいるこの跨線橋の下ぐらいまでありますんでね。だけどおそらく開業した時は本当1番線だけだったんじゃないんですかね。軍の偉い人なんかも来てたのかもしれません。いや今日は本当にいい天気で良かったと思います。さてバッテリー残量ももう少なくなってまいりましたので、ここら辺で、この動画も締めると言いますか、もう今日を締めるっていう感じにしてもいいかなと思います。あとはもうこういうこともあろうかと、本日はデジカメとっていうかデジカメも持ってきていますんで、あとはまあスマートフォンの方でっていうことですね。まあ、天候もよくですね、また、まあ、コロナのいろんなこともありましたけれど、まあ、一応まだ緊急事態宣言中ではありますが、各地新規感染者も少なくなっておりますので、まあ、本日はこのような旅を決行しようということでやってまいりました。
しかしながら、本来はですね、本来はと言いますか、まあ、今日と明日実は連休を取っておりまして、宿泊をしようと思っていましたが、まあ、それはやめることとして、この後、広島まで帰りたいと思います。なんか今日の天気っていうのは昔の夏休みとかを思い出すような感じの、まあ夏休み前の、まあ一緒ですね、時期は、そういうようなこともあって、まあ本当来てよかったなと思っています。まあまだまだちょっと言いたいこともあるんですけど、まあ今回はこのぐらいにということで、ということでですね、この動画もちょっとどうでしょう、私と同年代の方でこの辺りで過ごした方とかはちょっと面白かったかもしれないんですけど、そうでない方にとってはいまいちだったかもしれません、なんですが、まあ、何か一つ、きっかけっていうか、そういう動画になればなとは思います。で、この大沢もですね、去年の6月26日に来ておりますので、約1年ぶりの訪問ということになりますので、もしかしたら1年ごとに大沢シリーズっていうのをまた撮っていくようなことになるやもしれません、まあ、そのきっかけみたいな感じの動画になるのかなと自分の中では思っています。ということですね、はい、それでは、本日もご視聴ありがとうございました。